はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエストモンスター図鑑は続きやっていきたいと思います。2022年バージョン、前回ね、モンスター100種類作りました。100種類に記念すべき100種類目ね、ダースドラゴンのダスコさんですね。まあ、かけずここにいたやつでできんだけど、まあ前からできましたからね。ただ図鑑埋めのために埋めてたんで、で今回ですけど、まあこの島回るのもいいんだけどね、まあせっかくだからいろんなモンスターがいますんで、バトルレックスできるね。虎男できんだ。大ウツボちょっともったいないな。なんかね、いろんなんできっから、首なしこさんで、スライムナイトできんね。スライムナイトできんだけど、多分こいつ、ああ、やっぱり、嘆きの亡霊とかできるね。はい、男、待てや。レッサーデーモン。スライムベホマズンとかもできんね。絶対いいのになるからね。やっぱ A ランクとか混ぜないとダメか。ポツコンはいらないからね。サマンサ。サマンサ何できる？資料の騎士。資料の騎士って、ああ、なるほど。作ってなかったね。HP 回復スキルがついてる。101周目。B ランクか。あ、いいね、いいね。作っちゃえ、作っちゃえ。また捕まえればいいしね。それで、今回はちょっとした強いメンバーで、ねえ。シリミョンとかなってたよね、これね。まあ何でもいいや。とりあえず。そっか、鎌持ってんのか。VS ドラゴン。HP 回復、攻撃アップ。いや、これはこれでいいや。グラマラス会長。いや、そうなんだけど、今回さ、ちゃんとしたメンバー連れて行きたい。ギガンテス、いい加減配合、捕まえましょう。あいつ。もうあそこに行ってレベル上げる需要っていうのがないんで、マジスで、なんだっけ、サメ女じゃなくて、あれあ、いたいた、プレコ組でしょ。で、スタンバイにちゃんとしたメンバー入れてこう。ダスコ、ラーミアン、どうすかな。コーラビンとかももういい加減いらないよね。もう全部レベル10以上なってるからね、配合しちゃっていいんだけどね。あー、細かいの配合しちゃうか。もうね、これでいいよ。で、フレコ組を装備品に最強ってやれば、だいぶ強くなりますんで、これでね。よっしゃ。今101周だよね。ノビストでギガンテス捕まえる計画。なんか前だったらパートいくつだっけ ?6 ぐらいでもそこまでやってたんだよ。なんだけどね、今回はね、もうじっくり行こうぜ。道楽、カニ道楽。エビラなるんだよな。ああ、これでもリンリンとかなるもんね。エルフォーネット、オオサソリ、オオウツボ、オオサソリ。ああ、ここはね、ちょっと違うのに派生するから、まあ、取っといて、海坊主も取っとくでしょ。首を、金塊、ジャガー、ポグフィッシュ。ああ、なんか微妙なんだよな、全部だ。リリパッド、まあ、ブンブンはなんかなるよな。絶対なんかなる。オオウツボか。なんか微妙。いや、微妙。いや、とりあえず、取っとこう。ということで、ノビス島まで行きます。道中、名もなき島がもしあれば、昼じゃないとダメなんだっけ、あれ見つけんのって。名もなき島があれば、まあ、そこ寄りますけどね。もしかしたらモンスターそこで増えるかもしれないからね。はい、じゃあ、ちょっとノビス島まで遠いんでカットします。ヨッドムア島を寄らなくちゃいけないんで。で、戻る途中ですけどね、ここね、ヨットムア島のこっちの奥行ってなかったっすよね。これ行けんだと思ってさ。こっちが行ってなかったね。あ、なんかいる。バトルしましょう。まあ、そうだね、サンドロ島のランクも上げれんじゃないかなって思うんですけど。ギガブレイクイエン。うわ、さすが強い。オスカル。あ、強えな。いや、強え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 。ガストン。薬草なんか間に合わない。
経験値いくつ持ってる？ 200 ぐらい持ってる。ああ、でも115か。いや、強いね。さすがに強くなってきてますね。まあ、こんなん捕まえましたけどね、ここら辺ね。夜来たらやっぱ違うかな。こう違うよな、多分。まあ、後で戻ってくるとき夜寄ってみますね。まずギガンテスだね。どっちみちレガリス島まで戻ってこなくちゃいけないんで。で、できればギガンテスを捕まえて、配合して、まあ何回かそんな繰り返しもしたいからね。途中サンドル島に寄ることになるんで、ね、そしたらまずちょっと B ランク戦ってみようか。ね、行ってない場所をまず巡るっていうね。もう勝手に固定概念でさ、あ、行けねえと思ってたから、でも行けるよね、多分ね。何もなければちょっとカットするね。反対側も行きたいから。さすがに時間入んなくなっちゃう。あ、宝見っけ。あ、もしかしたらあれあるか？マデュライト。お、不思議な木でもいいね。ちょっと上の方もちょっと見たいね。あ、上の方はあれか。扉開けてくる感じか。だね。もう逃げていくし。道中一回戦ったらさ、道中、まあ、帰りさ、じいさんがいた。いいね、ここは、もうまあ、経験近すぎてか、何かしらアイテムもらえたりとかね。メガドーマンもんな。命令すると絶対撃ってくれるけど、2回行動しないんだよな。フランシスって名前笑えるよな。はい、こっちも初ですね。あの骸骨だけはなぜか追いかけてくるからね。まあこんな道中だけど、もうここ来るときは次回はカットして来ることになると思いますね。とりあえずこのぐるぐる上がって何があるのって話で、何もなければ何もないと。あ、やっぱり、マデュライト見っけ。ね。なんかもうちょっと取りだめしててね、3回分ぐらい。パート27を配信する前に29今撮っちゃってんですよね。今回だけはちょっと時間がね、なくて。だから、ロッドムア島寄ってない場所ありますよーってもしかしたらコメントもらってるかもしれないけど、それをスルーしてね、28やってるんで、28でね、決して無視してるわけじゃないんで、あ、マデュライト9個になったね。あと1個だ。ね。いやー、しかし絶景だね。夜来たらなんかあるから、だから帰り、ちょっと見てみますね。まあ、その前に寄りたいとこ行きます。中立ち寄り。腐った死体捕まえましたね。それで、オクトセントリーができる。センチュリー、世紀末みたいな名前だね。センチュリーだよね。覇王だよね、これ。覇王。お前、ラオウかって話だよね。なんかだんだん言ってること繋がってきたでしょ。風雷の剣技。あ、待って、HP 回復。あー、ため息もあんのか。まあ、しょうねえか。まあ、2頭追うと1頭もエースだよな、本当にな。まあ、いいや、これはこれでいいや。102種だね、これでね。102種の、まだいるもんね。ザ・フライ。なんかと混ぜちゃっていいよな、こんなの。あー、キングスライム。キングスライムも使うもんな。影薄い。リップス、大ウツボ。人面獣作っちゃっていいかな。作っちゃうか。待って、何持って、異常回復持ってんだっけ、あいつ。ジャガーね、異常回復持ってて、異常回復と、
勇気 HP 回復か。だから、これだ。勇気、あ、全体回復っていうのは勇気 HP 回復、スキル持ち、だから勇気でしょ。ここに混ぜればいいんだ。ここに、エビラなんのか。待てや、ダメだ。エビラにしたいけど、あー、どうすかな。エビラとグラコスでね、できるものいるからね。それね、A ランクで混ぜなくちゃないよな。結構いいのなるよね、ここら辺もね。新面じ。あ、ここでいいか。あ、すぐ格闘パンサーとかできんじゃん。あ、なるほどね。さあ、どっちにする？夜の帝王を作っちゃってもいいかな。あ、C ランク。人面獣ずっと出てくるもんな。作っちゃっていいや。まだどうせ捕まえられっかんね、メタルハンターはね。さらばトランクス。これドラケ2にいますね、人面獣はね。8とかはもう出てくるけどね。顔のお化け。顔化けを組ん。なんか、あ、バオアクーみたいだね。これで103種でしょ。あとはもう地面で少なくていいかな。必要な時に作ればいいから。いや、だいぶできてきましたよね。パンティ。結構本当にいいのできるんだよな。よし、守っていいか。とりあえずいいや。103種。103種。ギガンテス捕まえて104種。そこで配合して105種。そこら辺まで考えてます。じゃあね、ここ来たついでに、あのサンドロ島のね、ランクじゃねえや、なんだっけあれ、闘技場だ、闘技場続きやりましょう。もうだいぶあれから強くなったからね。じゃあ B ランク挑戦します。もうだいぶ A はどうなんだろうね。頑張ってみる。ギガンテスもさほど苦労しないと思うんだけどな。うわぁ！ B こんなんでんの？ハサミクワガタ、ヘラクレイザー。ヘラクレイザードラゴンクエストね、8に出てきますね。ハサミクワガタドラゴンクエスト4ですね。捕まえてなかったな、こいつらな。ヘラクレイザーはちょっとね、今回ランク高いんだよ、このゲームでは。いや、偉い。やっぱ強いね。A いけるこれ。ヘラクレイザー出てきた。配合半端じゃないよ、あれ。また、後に紹介しますね。C ランクあんな苦戦したのに。あ、全部いいね、今度はね。びっくりサタン、人面ガエル。首狩り族か。びっくりサタンと人面ガエルはドラクエ8ですね。首狩り族はドラクエ2に出てきます。まあ、ちょっとした豆知識はね、まあもう分かる方いっぱいいるでしょうけど。あ、これどこで出てくるんだろう、このモンスター出てくるゲームやりたいなって時ね、ちょっと分かんない方いるかもしれないからね、そのために言ってるって感じであって、別にね、まあ実況なんで言っちゃいけないってことはないですね。人に迷惑かけなければ言っていいことだと思います。別に迷惑かけることじゃないからね、こんなんね。お格闘パンサー、ここで登場。2匹も作ったんだね。あー、まあ全然いける。ギガブレイクでいいのにね。遠慮すんなよ。全体呪文持てるとやっぱいいよね。A ランクはきついかな。B が結構こんな感じだもんね。カブトワリ。あー、でも30ぐらいか。どうなんだろう。パンサードラケ6に出てきますね。キラーパンサーは5ですね。まあメイン的なモンスターでもありますけどね、あれはね。だからやっぱ人気ありますよね、そういうのはね。さすがですね。よっしゃ、 A ランクいけっかな、これどうだろう。はい、 B ランク勝ちました。何もらえるのかな。スカウト9も全部終わったし、やっぱ今のタイミングだもんな。 B ランク制覇だこの野郎。
かなって思った。メスの杖やっときました。これでオスメス全部コントローラーできます。これは大きいよ。 A ランクにチャレンジできるようになったわけだ。じゃあちょっとチャレンジしてみようか。メスの杖来た。よっしゃ、だいぶもうそう戻ってきたらね、もうちょっと前でもいけたんでしょうね。じゃあちょっと A に挑戦しますね。 B に結構楽に勝てる強さで、 A ランクだとどうなるんでしょうね。メスの杖手に入ったからもうこの先配合は楽ですよ。お、ボーンナイトか。これボーンナイトだね。これドラケ4にいたね。横のエビルドライブは6ですね。あ、そうか、ギガブレイクか。ギガブレイク強いな。グラコスやるな、あなた。 A ランクいけんじゃない、これ案外。ギガブレイクずっと連発してくれればね。あー、トラップボックスがいる。ミミック、トラップボックス。あー、怖いね、こいつらね。いいね、それ出してくれれば。あー、ばっかやめて。だけどガルーダがベホマズン持ってるから、あーんだあれ、メガンテとかやめてよ。そのタイミングでギガブレイク使ってほしいけどね。いやー待って、ビリビリボディ持ってんじゃん。作戦、こいつ命大事にしかないな。よし、やっぱり使ってくれた。オッケー。あのメガンテはない。イオナズン欲しかったけどね。バベルボブル真ん中いますね。これドラケ8です。あ、いける。メタパに食らうね。キラーマシンもね、まだ出てきてないからね。メタルハンターからできるんですけど、あ、いけんな、これこんな強くなってたんだね、いつの間にかね。もうパパは嬉しいよ、成長がね。こっちビリビリボディ持ってたよね。攻撃したらあれビリビリなんない。お、中で言い争いしてる。まあ出てきましたから言うけど、こいつも4体配合だからね。はい、メスの杖よりいいのもらえるのかな。 A ランク制覇だこの野郎。お、ドラゴンテイル。無知系だね。これを2回行動のキャラと、お、これであんた S ランクにチャレンジできるようになったわけだ。あ、今回 S ランク挑戦して終わってみっか、多分いけないでしょうから、挑戦するのはタダだもんね。あ、タダっていうかお金は取られっけど、ね、しまった。全体攻撃するよね。ドラゴンって、あ、まあ、いいや、ちょっとやってみるね。S ランクそのまま出れんのか。2000ゴールド。まあ、ここら辺はもうちょっときついだろうな。ね、A ランク結構きつかったもんね。ただ、メスの杖取れたってのはちょっと美味しいかもね。さあ、力ダメージだ。お！ああ、武器違うね。サマヨロイ、サマヨロイ出てきたばっかなのにね。キラーアーマーとピサロナイト出てきました。まあ、もう動画で出てきたんで。ドン。お、いけるかこの野郎。不気味な光、呪文に弱くなるか。まあギガンテス捕まえに行きたかったけどね。あと夜の分もちょっと見たいんですけどね。あー、強いな、やっぱり。いけんね、案外ね。さあどうだ。S ランク1回戦目いけたね。
いやー、どっかで見た、どっかで見たな。これは胃余計効かないから、ここは命大事にしとくべきだね。ああ、余計なことする。やんなくてよかった。左効かない。マジックハック。呪文に弱くなってしまった。いやー、それ使ってくるかい。163。ああ、ダメでしたね。あんなのはさっさと倒してしまわないといけないね。効かないんだ。もうでも一角削ったからいいや。許してやる。S は無理ですね。まだね。もうちょい考えないといけないね。ベリアルじゃなくてもいいけど。はい。ということで、A ランクまでは勝ってました。ねえ、世の中上には上がいるんですね。まあ、アークデーモン系のベリアルとかアークデーモンとか、あれはね、イオ系があんま効かないからね。はい。ということで、今回ここまでにしようかな。あとはもう、ノビストに行って、ギガンテ捕まえるだけで103種いるから、ね、今回まさかここで A ランクまで行けと思わなかった。その代わりメスの杖手に入れたのは大収穫ですね。はい。じゃあセーブさせていただいて、今回こだわりたいと思います。まあ、このぐらいの強さあればね、もう S に手届いてるから、まあ A、B ランクとか A ランクはね、普通に手に入るぐらいの感じなんでしょうね。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。